リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八島です。よろしくお願いします。今日は、下半身のトレーニングについてちょっとやってみたいと思います。今からやるのはブルガリアンスクワットっていう種目なんですけれども、下半身、大きな筋肉を一度にたくさん鍛えられることができます。で、この種目はもも前の筋肉はもちろんなんですが、もも裏、あとお尻の筋肉も一緒に鍛えることができるので、女性の方のヒップアップとか、あと太ももの引き締めのためのトレーニングとしてもすごいおすすめです。では実際にやってみたいと思います。で、まず片足で立っていただきまして、初心者の方はまず手を腰にしてやっていただければなと思います。で、どちらなしでも構わないので、後ろにベンチ台に足を引っ掛けます。で、この時にあまり後ろにかけすぎると体重が後ろ側に逃げてしまうので、ちょっと前気味で立っていただければ OK です。で、このまま背中はまっすぐ、腰がこう丸くなってしまわないように胸を張ったままで、お尻を真下に下ろしていきます。で、上がる、下ろす、上がるの繰り返しになります。で、しゃがんだ時に後ろに体重が逃げてしまうと、ももの、後ろの足のももの前がしんどくなってしまうので、ずっと重心は前の足にかけたまま、このままでしゃがんで上がるの繰り返しになります。で、しゃがんだ時はこの軸足のお尻の筋肉がこうストレッチがビヨーンと伸びてるのを感じながらやっていただくと、よりお尻側の筋肉をしっかり鍛えることができます。で、慣れてきたらこういったダンベルを使ってさらに強度を上げていただければより効果的です。で、こんな感じで胸を張って背中が丸くならないように意識しながら、しゃがんで上がる、しゃがんで上がる。で、この時に前の足の膝がつま先より前に出ていかないように注意して、お腹しっかり力を入れて、しゃがんで上がるの繰り返しです。ではちょっと実際にやってみたいと思います。みたいな感じになります。で、初めての女は10回かける3セットとか、慣れてきたら15回かける3セットとかって感じで、徐々に徐々に回数を増やしていければいいのかなと思います。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。